ティングって何だったんでしょう。本当ですよ、うん、これまあ諸説あります、うん、初めて外人見た時にティングだって言うよ ね、 ねティングだって顔赤ら顔であなたかい言うよね、うんうん、そういう説もあるし、ある、ね、そのさっき言った修験道っていう 山伏さんのことでは要は修験道をおっしゃってるの、はいはいはい、あの人たちがこう霧がね、うん、わーっと漂ってる山の中をこう縦横無尽に修行して走り回ってるははははなるほどね、これはいつしかもう人ではないものに見えてくるから、うん、なるほど、だから麓のじじいとかが見て、うん、ティングじゃねえあれって、ね、ティングじゃねえって、うん、要は修験道ってのは何ですかと、その山伏さんたち、うん、ホラーがいるって、うん、ついてこうこういう人いるじゃん、いるいる、ちっちゃい帽子かぶってる、あの人たちさ、うん、何っていう話、あの人たち何なのよ、あの人たちってさ、うん、坊さんそれともネギとかゴンネギみたいな、その、なんていうの神道の人、ネギとかゴンネギ、あ、それ神社の偉い人、ネギとかゴンネギ、ああ、そうなの、あ、ごめんなさいね、ガンガないからね、ムチでしょ、ムチゴンマイです、どこ生まれだっけ、ドブ出身、ドブ出身ね、うん、だから、誰よって話だ、本当だよね、うん、あとあの人たち何してんのって話、山の中で、そうです、山の中で、はい、これが修験道、うん、修験道の始祖っていうのは縁の行者っていうじじいがいるんですけど、じじいなんですが怒られますけど、うん、それ系の寺行ったらバンバンいるんですよ、この人実は、うん、あの象でいるの、あ、象で、うん、うんうん、大体みんなじじいだ、痩せたじじいだなって見逃すんだけど、うん、これ超重要な痩せたじじいだから、大体、うん、ガリガリのじいさんがこう座ってて、うん、ここに2匹鬼がいたら、うん、それ全部縁の行者、そうなんだ、それが修験道の始祖、なるほどね、でその人が作ったんだけど、古来からあった山岳信仰ね、はいはい、日本にはよくあったね、はいはい、これは神道系の考えですよ、うん、山は神様、うん、はいはいはい、に、うん、仏教が入って、はい、ミックスチャーされたのが修験道、逆に言えば神道と仏教のミックスした宗教ですよ、はい、ということは日本にしかない、なるほどね、はいはい、日本独特の文化なんで、山岳信仰と仏教が混ざってるから、うん、基本的に神仏集合じゃないですか、山にこそ霊力があるというのを残したまま仏教を取り入れてるから、はい、そこで修行して霊力を得て人を救おうと、あー、なるほどね、だからすごい厳しい仕事なんですよ、なんか断崖から落とされそうなんですか、すごいことするんですよ、で鬼飼ってんだ、あのね、前期後期って言うんだけど、うん、あの鬼が何でいいのか全然わかんないんですけど、うん、その縁の行者って言うんだけど、とんでもない人だったんで、うん、とんでもないね、鬼を抑えるの、鬼を、鬼をおじいさん、とんでもねえって出てこないんだよあの世界とんでもねえんだよで、うん、これまたこの話をね、このチャンネルでは避けて通れないんだけど、当然明治にやってきますね、来た、毎回この話ですね、廃物希釈ね、新聞記者、分離令ね、これ、当然高尾山に来ます。おーおー、まあ、近いもんね。高尾山は、うん、ほら、伊豆の権現だから、はいはいはい、バリバリ神仏中央の寺なんだよ、はいはい。で、神仏分離令と神仏判然令だって話を前回しましたが、うん、あれ、分けましょうって、うん。寺と神社が一緒になってるのはまずいですよって、うんうん。で、その時の高尾山の一番偉い人が、うん、一晩で2本あったでけえ鳥全部抜いて、うん、鳥居あったら一緒になっちゃうでしょ、はははは、は神社の象徴の鳥居ぶっこ抜いて、うん、開いたなんとこにちょっと通っちゃって、あー、気が利いてるね、で、権現っていうのは神仏分離の時も超 NG 用、うんうんうん、それこそが神仏集合の記号だから、伊豆名権現じゃないですよと、うん、うち伊豆名不動ですよって、おー、完全な寺ですよ、あ、なるほどね、んだけど、うん、まあ、高尾山多分どう見ても寺だったんでしょ、うん、なるほど、これを神社とは言えないなっていう、ああ、なるほどね、で当然修験道も禁止、あの神仏集合の塊みたいなのが修験道、はい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 、仏教と神道混ざってるでしょ、もう活動休止、うん、禁止、うん、僕ね高尾山で実はティング見たことあるんですよ、え、年一で行ってくかね、ああ、年一でも行け、見るか、見る、
僕が見たのはね、うん、ケーブルカー降りて、うん、ちょっと上行ったところですね、ビアガーデンなんですよ、うん、僕そこ何年か前に行ったんですよ、うん、行ったね、ビアガーデンで行った確実にティンガーレはあのね、うん、ケバブですえティングが、うんケバブで俺見て、うん、さすが高尾山はちげえなと、うん、あティンザケバブやれてなあそう、うん、じゃあやっぱりティングの成り立ちはやっぱ外国人のみたいなの間違ったってところが成り立ちなんじゃない多分よ俺もティングそんなに詳しくないか分かんないけど十分、うんあれトルコ系のティングだと思うんだよねトルコ系のティングだろうね毛も見えてっからいやでもこんなこと疑ってたら聞いてらんないですよこの程度のこと疑ってたらね諸言道でなんかってそうそうそうこの程度のことそうでしょ目からビーム出してさそうそうそう光るみたいな話聞いてんだろこっちはもう今までいや全然トルコ系のティングが毛も見えてたっていうのはもう飲み込みますそうでしょその高尾山の頂上のビアガーデン、うんしかも俺が行った時めちゃくちゃ天気悪くて、うんうん、視界1メートルぐらいだったんですよ。もう1メートル先見えないから、うん、曇って。それはもう出るね。でしょビアガーデンに座って誰もいなかった。あ、そこに。うん、あ、雲なんかちょっと小雨降ってたんですよ。うん、なんかもう雰囲気がもういかにもね、うん、なるほどね出るぞ、出るぞ、これ出るぞって逃げた、うんな。なんともさ、香ばしい匂いがしてきたの、うん、急に、うん。急にね。うん、あれと。見たら、ティングがケバブやって一人でええだねえー、あの頂上の上で、うん、トルコ系のティングを見るだけで少し平地で見るのと違う驚きがあるわけよ、うん、まあそりゃそうだよねなんでこんなとこにいるんだろうって、うん、あと、うん、即座に考えたのは、うん、この人は毎日どうやって通勤してんのかなそれでいいんだよ別にティングはどこに住んでんだねえティング聞けばよかった。ティング、大変だなぁと思って。そうね。まあ、当然買ったけどね。ティングから。いや、それ買うでしょ。それはそうだね。ティングやりながら、切ってんだよ、誰も買わねえのに、ティングを。そうだよね。うまそうなやつ。うん。まあ、これはもう信じるしかないよね。うん。他の話信じるんだったら。そうでしょ。普通に、うん。普通のケバブでした。そうだろうね。っていうことなんですよ、高尾さん、うん、意外と知らないでしょ知らないでしょ仏はさ、仏なんだよね人間じゃないんだよね人間が超修行して仏になるわけじゃないんだよね違うねまあ、ただね、うん、お坊さんでもめちゃくちゃいろいろ良い行いをして、はい、しかももう行いをしただけじゃなくて、もう、当時の坊さんってさ、インフラ整備とかまでやるから、すごい人。そういう人はね、菩薩と呼ばれます。なるほど。あ、じゃあ、仏になってます、ね。仏だ、ね、修行を終えられたと。で、ちなみに、はい、高尾山薬王院を開いたのも、うん、行基菩薩ってお坊さんです。もう菩薩と呼ばれてます。なるほど。行基さんっていう、めちゃくちゃ偉いお坊さんが、うん、なんだろう。もうね、全国に、何万字ぐらい建ててんのかなってぐらい建ててんそうなんだ、うん、でそれだと菩薩になるそこまで行くとでその人はそうしながら、橋かけたり道路を作ったりあと人にこう施ししたりもう全部やるから菩薩ですよそこまでじゃああの警察署長だね、まあ、警察官のさ、うん、エリートってのはねキャリアで入ればさ、うん、上行けるけどさ、ねうん、現場から入った人はマックス警察署長らしいの、うんうん菩薩って警察署長でしょキャリア、ノンキャリだから。ノンキャリでしょだって。ノンキャリだ、ノンキャリ。いや、菩薩がノンキャリってわけだよ。あ、菩薩のキャリアもいるんだね。いるいる。だからキャリアのマックスが、菩薩。キャリアの、キャリアのマックスはもう如来だもんね。あの人たちはもう慣れないわけじゃん。キャリアじゃないと、最初に。そうだね。キャリア組だもんね。生まれた時はやばい。あの、ペロンって何億年とかさ、もう。キャリアの塊がすごい極みでしょ極みやば俺が今までやってきた話って全部キャリアの話だキャリア組の話でしょ今で行基さん現場叩き上げで菩薩までああこれすごいことよなかなかないよノンキャリで菩薩まですごいわ、うん、もう、うん、行基さんはトップと言ってもいいんじゃないノンキャリだって菩薩だよノンキャリだあとすごいな行基さんをノンキャリって怒られるよそうなんだけど
いや、そりゃそうだよ、だって。でも、じゃあ、すごい人だ。そう。すごい人。でも、キャリアがさ、うん、半端ないから。半端ない、半端ない。衣で、石が削れる、うん、切るのを5回やるまでずーっと考えてたりするのがキャリアの。キャリアやばい。キャリアやばいやつしかいないもん。60年。やばいやつだ。さすがにちょっと失礼しました。60億年ぐらい修行してるから、うん、キャリア。そうだよね。だから、キャリア。キャリアが破格だからね。破格でから。そういうこと。聖徳太子さんは、うん、神様になったよね。なりましたね。完全になりましたね。菩薩。あの人はそういうことじゃない気がする。あの人、なんていうの？あの、そういう、肩書きには取られてない。そうなんです。でもあの人はもうキャリア組だもんね。基本的に2歳で、ハスの、うん、2歳でこう、あれだもんね。うん、持ってる、ビーム出したり。持ってる逸話はキャリア寄りだよね。寄りっていうか、完全にキャリアだよね。キャリアですね。そうあの人はもう、大使信仰っていう。ああ、もうあの人自体が、もう、そうなるほどね。聖徳宗ってのあるからね。あ、そうなんだね。うん、なるほどね。だからあれはもう、キャリア。さっきの修験道の縁の行事もノンキャリですからね。ノンキャリ曲がすごいじゃん。ノンキャリですから。嘘、うんあ。この、鬼連れてんですよ。鬼二人連れて、痩せたじいさん。あ、そうかそうか。うん、これは違う。イズナホイ。イズナさんは、あのキャリア。それは、キャリアじゃない。ノンキャリ。ノンキャリちょっと待って。もう、ノンキャリとキャリアのさ、垣根がさ、イズナホを台頭したのは完全にノンキャリだ。ノンキャリの方が？あの、その辺を仕切ってたなんか大名みたいなやつが、うん、山子持ってこれだから。本当にそれノンキャリ。それノンキャリ？いや、ノンキャリもすごいな。やるんだよ、ノンキャリだって。で、ということでね、そんなことを踏まえて、うん、高尾山に気軽に行けるんだよね、あそこ、うん。で、みんなね、ケーブルカー、便利だから行けるでしょ。僕、うん、絶対的におすすめなのはリフトです。リフト。リフトね。あ、聞こえてますよ、リフトは。結構怖い。あ、そのスリルもと。結構怖い。君はのんきやりでも全然上に行けないだろうね。で、俺、その人生じゃ。まあ、仕事関係で年一行ってるじゃない、うんうん。ワイシャツにスーツで、うん、俺一人でリフト乗ってんだよ。毎年。やばいね。行き帰る。うん、天狗って呼び。ギネスブックに載ってるって話しました俺。してない。あそこギネス載ってるんですよ。え、高尾山がギネスになんでだと思う？何がギネスだと思う？天狗が一番多い？あ、ギネスだね、それは。ギネスが認めてくれたらね。くれたらね。高尾山、うん、世界で一番登山者が多いんですよ。あー、なるほど。ギネス。確かに、すごい。そりゃすごい。すごいでしょ。うん、すごい。確かに。今もすごいもんね、うん、外人もあれも。あれがね、世界で一番人が登る山らしいですよ。すごいじゃないですか。すごいですよ。ギネス、ミシュラン、うん、イズナ、ティング。すごいよ。なあ、もうすごいでしょ。ねえ。折を見てね、また、ぜひ行ってみてください。なあ。中本中将。